こんにちは。11月19日木曜日の夜でございます。平山茂です。大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫だからね。私事ではあるんですけれども、私平山茂はですね、東京自由が丘に住んでいたんですけれども、この度2020年をもちまして実家がある名古屋に帰ります。名古屋で YouTube 活動を続けていきたいと思います。今までね、東京でお世話になった方、仲良くしてくれた方、本当にありがとうございます。来年からは名古屋でこの平山茂は活動をしていきます。本当に今までありがとうございました。大丈夫だよ、大丈夫、自分にも言ってます。大丈夫、これから名古屋でね、たくさん動画また作っていきますから、よろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございます。見てくれてありがとうございました。大丈夫ですからね、大丈夫、大丈夫ですよ、全然大丈夫、うん、大丈夫だから安心してください。あなたは大丈夫、大丈夫です。ではまた明日お会いしましょう。明日は11月の20日になりますね。もう明日金曜日です。もう土曜日が休みという方はね、もう金曜日はもうほぼ休みです。そんな感じでまた明日会いましょう。平山茂でした。それではまた、おやすみなさい。名古屋ワクワクする。